あ、すごい氷水、あ、やばい、ん、やばい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 、あ、ちょっとやばいっていう意味がよく出たりいけないんですか。やばいよ、いいってこと、ギャル語、いや、いいです、あ、いいってこと、いや、そんなにいいやばいとそんなに悪いやばいのもの区別がよくわからないときは、それがギャル語、それがギャル語、ちゃんと取ってきました、マジですか、あ、問題発言、あー、あれ、電池ないよねって言われた、とりあえずは置いていけば、やっぱり切ってみたいです、切ってみれば、切ってみます、残量なければ依存の時期を違うとこから、だってここペランペランっすよ、お疲れ様です、ペランペランっすよ、いきます、ピザ切りですか、ピザ切り、ピザ切りで、ピザ切りで、あー、切る、やばい、切るも切るもあれだけど、曲げて、あの、こう、たわみの合成感だとか、この、なんですか、おお、おお、このペラペラ感がなんかもう素敵です、ペラペラ感、そっちですか、ここら辺とか、普通だったらパキっていくところが、パキっていくところが、まあ確かにこれが安いの、ほんと触っててください、ここツルンツルンですよ、この辺とか確かにすごいですよ、やばくないですか、っていうかすごいしなるですね、すごいやばいしなる、これパキっていかないで、パキっていかないでグニャってのがあるっていう、パキっていくまではやったらやばいか、ちょっと色飛びそうだね、ここだったらいけそうだけど、パキっていってみる、パキって、どこまでやったらパキっていくのかって、うん、まあ、やってみたいけどね、うん、ちょっとね、秘密、飛散物が怖いなっていうのはあるんだよね、いや、意外とそのバキっていく瞬間はあるけど、はいはい、かなりいらないよ、あ、じゃあ、行ってみよう、やれるもんならやってみな、やってみな、あ、すごい、おすごい、ほほー、おー、おー、そのイグマネはすごいでしょ、大変ですね、すごいすごい、なんか硬いっていうよりしなられて、うん、なんか しなられて割れないみたいな、あのリクエスト、リクエスト、完食、あのリクエスト、誰かもう一度やってみてよ、そのバキッとイグマまでの強さ、反発、山さんやればいいんじゃないですか、やってみますか、定評のある今希望でしょ、はい、コアさん大好きでもさあ、ごめんなさい、でも割れないかもしれないよ、あ、力がなくて、あー、そうかもしれない、あ、でもその辺の心配は、うん、そこまではないそこまではない、え、あと2プライすれば壊せないかもしれない、あー、やばい、しなる、おぉカーボンじゃない、おぉ、いいでしょ、はい、その壊れるまでの、あの壊れた時もいいけど、そうでしょ、結構しなりますね、うん、めっちゃしなってる、このだから、はい、これ使ってた、うん、そういえば、へえ、あ、やっぱしなっ、だから、はい、そのドラカムとやっぱちょっと違う感じするでしょ、違いますね、ハンドレイアップだけどこんなにしなる、強いですね、ハンドルやっぱ弱いっていう考えがありましたけど、あ、そう、ハンドルアップは圧倒的に強いの、あ、そうなんですか、これ見ると強いねって感じする、うん、最後に粘られる、そう、俺は折れねえぞっていう、なんか粘られて、やってみる、じゃあ俺もやってみます、やってみる、まあ、それこそ俺が、はい、俺の場だけど折れなかったりするかもしれない、あ、さっきちょっとやられたからちょっとね、でもちょっと俺の時は一番最後の部分なんか少しちょっと折りづらい場所になっちゃって、まあね、うん、やりやり折れないかもしれないよ、俺のパワーじゃ、じゃああれじゃない、ハサミでどこ、ハサミあります、いや、ここは手でいくっていう、あ、これはまあ、まあ、いける、あ、違う違う、余分なところ切っちゃえば、ダメ、はい、切って、はい、あー、勝てない、勝てない、ここ手痛めてるから、すごい、あ、怖い、あ、
確かに。あ、伊沢さん一瞬持っててくれるこれ。はい、おお。おお。相当だこれは。これ割と2時間くらいの昔やった。パキって割れるまでの瞬間が、ね、そうですね。それまでがすごい粘りますよ、ね、本当に、うん。すごいわ。ありましたね。いやあ、硬い、硬いやこいつは。なんか俺がなんか、ハイテゲージで気が気になったから。まあ、こんなになりました。感想を一言。いやあ、粘り。粘り、ああ、はい。粘りですね。こしなり。ああ。これで、あれですよ。その、これはちょっとバリが出てるんで 手を刺さないようにしてもらいたいんですけど、これステンレスのメッシュと68のクロスのステンレスだ、光ってる、曲げて壊さないでください。これは曲げない、あ、曲げてかま、同性出てもらっていいんですけど、はい、壊さないで、できます、うん、それで、あ、あるよ、あ、あれって、あれ、え、これペラって剥いちゃっていいんですか？あ、剥いて構わない、構わないです、それは。それでステンレスを入れないものが、これ、これが2プライ、2プライ2プライ、うん、で、ステンレスのメッシュっていうのは、ステンレスのメッシュっていうのは、あー、なんかこれがステンレスの結構強い感じメッシュと思うし、これがだからガラスクロスに出たこれが一番、これが、これが入ってるわけ。あ、でも結構違うかも、違うかも、なんかにゃん、なんか、あ、そうなんですね。そう、だから少ししっかりした感じ、さっきのクロスはこれですよね、似たようなクロス、あ、はい、これとこれを混ぜて、そうですね。クロスを2プライしたのがどれ？これ？あ、これね。はい、うん。で、エポキシだけのはこれ。まあ、これ、これにメッシュが1枚入ってます。これだけでも違うんですね。これだと、だからカーボンの合成より、断性率より多分出てる。カーボンより強い。圧倒的に。カーボンの1枚じゃなくて、これカーボンの、これカーボンの4枚分だから、カーボンの、ああ、それで4枚、4枚、バイアス、バイアス、バイアスにこう組んでるのが1枚ですから、それ2枚ですから、一応歌い文句だとカーボン4枚分、ああ、なるほど、実際に4枚分には多分ないと思うんですけど、ですからガラスクロスでも金属のメッシュ加えて FRP にすると全然違うイメージの FRP に、ね、金属のメッシュを入れるっていうのは面白い、面白いね、そんなことやり方もあるんだ。結構じゃあこれ金属のメッシュも自由に曲がります。いやー、だからそれは加工が難しいじゃないですか。あ、オスメスで話してたみたいな、はい、オスメスでやれば、はいはい、ある程度行く可能性はあるけど、2つでやってって、はいはいはい、まあ、あとは要所要所で入れるかね、部分的に入れるか、熱膨張とかもどうなんですかね。でもそれ少ない、少ないですか。だってプラスチックと金属が圧倒的に違う、